ゼップです。やばいですよ、どうしよう。あら、あれ、おでこちゃんだ。おでこちゃん、おはようございます。やばい、ちょっとね、でもね、もう引っ張り出してきてからシワシワなの。え、アイロンしてもらえるかな。ハルちゃん今日も髪ない。変な長さだから上がっちゃう。これみんなさ、あれ衣装の靴のさ、ここ二重にしといてね。はい、もう知ってある。なんかでもこれ多分素材的に多分ゲネのやった後緩んでるっぽいからまたギュンしてって。なんだこれ。中身四角いからさ、丸いつま先と合わないんだけど。合わない？うん、マジ？取れないの。じゃあこれ切らないと。目開いてない。え、なんかモコモコ。あ、はるかの。あ、大丈夫。はるか笑ったら目なくなっちゃうから。前髪可愛いことになってる。あれやだ。二個くらいしかない。これでいいかしら。お、あ、あ、めっちゃいい、めっちゃいい。これもらえますか？それメンバー分。ありがとう。え、てかめっちゃ久々。私？え、なんか TikTok に変なのあげられたんだよ。許可なし。私あれ一番おもろかったんだよね。いとこい、みんなして。かわいそう、はるかちゃん。はるかちゃん、かわいそう。みなさん、おはようございます。あ、おはようございます。ひげ悪い、ひげ悪い。先ほどとは打って変わって、あ、おめでとうございます。なんかあったんですか。いや、特に。え、めっちゃ違う、超踊りやすい、超フィット。10時ぐらいにもう布団入ろうと思って、10時ぐらいに布団入ったのに、結局寝れたの3時とか。なんだよ、全然寝れてない。目閉じたら、瀬取りとか MC が頭の中に浮かんできて全然寝れない。かわいそう。だからずっとあのつくものをずっと思い浮かべて、あ、アイスとかアポロとか思い浮かべたら自然と寝れるって言ってたのに全然寝れなかった。本当それやり、本当にやった、本当にやった、マジでやった。本当寝ないとやばいと思って。確かに、ああ、アメリカとか言って考えてたけど5文字ぐらい言っちゃった。まあ、アポロ出てくるあたり本当にやったんだろうなって感じはする。今瞬時には思いつかないもん、アポロ。今マジでできてないけど大丈夫。ね、ソラちゃん、これで。うん、ね、見て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 。インスタグ可愛かったから。可愛いもんね、待ち受けに。わー、やばいですね。だけど、あ、ちょっとカバンなんか汚いから見ないで見ないで。今日はアイシャドウはこれ、あ、これです。ちょっとこれはサンキューマートだから、390円でこれ。あ、違う、500円。え、サンキューマートって390円じゃないの。まあそんな感じのやつで、なんか急に化粧紹介始まった。いや、やば、一番化粧団で待ってた、待ってた、待ってた。裏行った。ちょっと下落ちた感じもね。え、超気持ちいい。結構デカめの。私も視界にお店行ってたから大丈夫。怖。昆虫のお店。また出たら教えて。ありがとう。ありがとう。心強いでしょ。激頼もしい、ね。おはようございます。おはようございました。おはようございます。終わっちゃった感じかな、じゃあ。たまちゃんゾーンは。たまちゃん、おはようございます。おはようございます。怖い。おはようございます。後ろを見たら違うみたいな。怖い。それ何、味は鼻かいちゃった。今日は、あ、これは
かあのミュートしといてください。なんか喋ってますね。そうウサミが何か喋ってます。衣装衣装衣装ウサミ空でした。今日はこの後にメイクをしてヘアメイクをしていただいて頑張ります。ちょっとボサボサ嫌だな。前髪前髪が伸びました。えーい、じゃがいもから卵になりました。そろそろ締めてもらっていいですか。たまちゃんおはようございます。おはようございます。さっきも言ってたから、ね、さっきもおはようございます言った気がするんで、やっぱりね濃い方が目力だ。もともとあるけどね。怖いよ。誰も見てない。やばい。え、私ね髪洗ってない。痛い。なんで？美容院行ったから。あ、なんで？ならいいじゃん。ならいいじゃん。自ら深刻性だった今。Vlog といえばだから。たまちゃんの Vlog に出てくるたまちゃん大体髪洗ってる。え、それね。え、誤解だよ。でも言うのは美容室行った後洗わないじゃん。え、なんか洗いすぎても。そう、ダメだよ。そう。ただ、大丈夫。洗ったよ。でも言うは言うほどなんか怪しい。そう、洗ってもらった夜、あのしかも結構夜に行ったの。何時？何時？まあ6時くらいかな。夜？結構早いみたいな。で綺麗になって体だけ洗ったみたいな感じ。髪の毛の匂い嗅いだ。でも大丈夫。かわいい？かわいいよー。かわいいよー。で、朝、ちょっとテンションがね、おかしい。最低。そこまで言わないと、え、たまきちゃんって頭洗わないんだ。確かに、ね、毎度 Vlog で洗ってないもんね。え、そう、汚いって毎回言われてるから。汚い。言われてんの？言われてんの？見たことないよ、そのコメント。だから、誰が言ってんの？それ。あなたたちに。あなたたちに。以上。こっちに出して。ちょいなんか盗撮されてる。盗撮犯。今日5周年でしょ？そう、見て、私の前髪クリップ。そう、あきちゃん。えい。かわいいでしょ。やっぱ、はるたの5周年か。あ、みんな祝って。おめでとう。はい、おめでとう。はい、おめでとう。でもね、ゆるちゃん今こんなこと言ってるけど、ツイッターでも朝から祝ってくれてる。そう。誰より早い。誰よりも早く。本人よりもツイッターでは早く。はい。あ、そうじゃん。ゆるちゃんが言い出しっぺ。ゆるさんから言ってたよ。言い出しっぺ。出したみたいな、はるかの50年よ。ゆうねちゃんは初めて出会った時よりお姉さんって感じてた。へぇ、茶髪ロン毛ギャル、茶髪ロン毛ギャルのお姉さんだったから。ギャルではない。え、でもなんか髪もっとめっちゃ明るかったよね。え、めっちゃなんか明るかった、なんかすごい明るかった。ブリーチとかもしてないのになんか明るかった、なんかすごい明るかったイメージなんですよ。ギャオ。なんか今日は OG がみんな集まるからロングにしてみた、長くしてみた。え、前髪はでも足めちゃの。あ、そうだ、今日は断髪式があるんですよ。マジ？こっからポールダンスしながら。ポールダンスしながら断髪されるんだよ。1個いいですか？私なんか ZEP の打ち合わせみたいなのを、そのどういうライブにしたいかみたいなのをみんなでしたんですよ。で、その時に私がポールダンスするっていう発言をしたんですよ。言ったんですよ、私のポールダンスっていうの。そしたらなんかでも結構なんかやるみたいな雰囲気あったんですよ。なんかあった？なかったよね。なんですけど、あのライブの構成に1個も入ってなかった。なんか今日はない。え、ないのかな、なくなっちゃったのかな。ある、ある、ある、ある。サプライズで、サプライズで実は練習してきました。でも私登り棒をよくしてたんで。違う、全然違うよ多分。みんなやってんのよあれは。横だもん登り棒は。横？それはあれでしょ。立つだ立つだ。あれなんていうんだっけ、逆立ちとかする、逆立ち。鉄棒じゃん。あ、鉄棒鉄棒。え？鉄棒じゃん。あのなんだっけこれ、運転じゃない？
怖い人いたよ今、うん、あ、睨んでる睨んでる、ね、じゃ誰今動画撮ってるんだよ、やめてください。言ってない言ってない、え、たまちゃん、たまちゃん言ったよね。え、何ちょっと、え、ちょっと一回見返して。また後でーす。いや、それち、待って待って待って。よろしくお願いします。可愛いね。一言メッセージ付き。ライリアンです、よろしくお願いします。めちゃくちゃボックス顔。渡辺沙耶です、よろしくお願いします。可愛いぜ、リボン。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゆるくらはです、よろしくお願いします。可愛い。なんか若い声聞こえるなと思って、おじいも来てんのかなと思って見たけどいなくて、若い空気全部バボッとした。あ、今日も一切若返った。みんなのおかげで。本日のお弁当紹介です。お腹痛い。こちらお肉系鶏ももの和風唐揚げでございます。山本さんが好きそうです。そして私の大本命、こちらお魚サワラの西京焼きです。ナレーション。美味しそうですね。ナレーションボイス。実はこういう顔で言ってたっていうのをみんなに届けたいから。今の声しかやっぱナレーションだから届けらんないから、ちゃんと笑いながら言ってる。マジカルパンチラインの本日のお弁当はこちら、鶏もも和風唐揚げ、そしてサワラの西京焼きです。美味しそうですね。あるある。紹介してから自分の感想入れるやつ。美味しそうですね、よく使います。楽しそうですね。あと可愛いですね。カウンが右手の部位がこっち。分別ができて偉いですね。仕上がった。お姉さんにだ。え、お姉さん、え、めっちゃお姉さんじゃない、うん、お姉さんに。仲悪い。やばいやばいやばい。あ、なっちゃってる。いじめ現場、いじめ現場。5分25秒仲悪いってコメントされる。ジュースもいっぱいあります。今日はジュース、わーコカコーラ。みんな大好きコカコーラ、わお。で、これは全部ビジンジャーエール、ビッグサイズ。もう帰ってもいい。まあ、もうダメダメダメ。インタビューさせていただきますね。今後の紅茶ミルクティー、yeah. もうなんかこっちにはストレートティー。で、これはリンゴジューシュ。リンゴジューシュ。これはなっちゃん、なっちゃん、なっちゃん、で、カルピスウォーター、ほらほらほら、と、あ、む、あ、あ、麦茶もあります。おお、おお、麦ティー、麦茶、この麦茶、この麦ナラル麦茶、一時期めっちゃハマってました。なんかさ、世の中のさ、食べ物とかがさ、どんどんさ、容量が少なくなってるのに、この麦茶だけ増えてるでしょ。この麦茶だけずっと大きいよ、ね、増量し続けてるらしい。大好き。多分 650ml ぐらいまでいってるはず。確かで、ここでゆうなさんはどれを選びますか。みんな、さあゆうなはどれを選ぶでしょうか。チッタチッタチッタ。あんま興味なくない。みなさんコメントで教えてください。一時停止してコメントして。正解はストレートティーでした。おー、おっとな、さすが選ぶものが大人ですね。もう帰っていい。いや、まだ。怖い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 
ゴジラ、ゴジラそこにいるんだよ。映画館に。あ、そうだよ。だからもうこういう人が掘り投げてくれてた。ないないない。レース、レース好きなの？私レース大好き。持ち上げて持ち上げて。じゃあ。これいただいていいですか？見てみて。いただきます。でもさ、あ、そうじゃん。おいしい。熱いから。衝撃のおいしさ。どうおいしいかな。まずレーズンにたどり着きたいと思います。たどり着いてなかったんだ。え、でもここで飲みたいんです。クリームとレーズンが絶妙な具合でマッチしていてとても美味しいです。熱い。おみやレーズンサンド発売中。おみやなのかな。だそうです。おです。おみやでも昨日はるか11月3日 の, あのライブを見てきました。トラで。いつもねあれ見ると泣いちゃうの。取れたてのいちごで白いちごですよ。ではいただきたいと思います。私の方が取れたていちご。ガチ。いや多分そらちゃんの方かも。ゆなさんお菓子だな。目すごい目おかしいんじゃないって。私だカツのお菓子食べた直後にこれ食べるとさ、ねねチキンの味が最悪だ。楽しみ方ミスってあんま良くない。ニノお母さんがくれてる。そう。これ農家は私です。農家さん、ね、農家ね。赤だ。そうなの。赤なの。適当に進んで。適当に進んで。なんか全然進歩してなくて。進歩してない。これで終わりじゃない。小学生。はい、皆さん、ZEP Vlog 前編いかがでしたでしょうか？あ、どうも、山本花です。急に自己紹介しちゃった。はい、皆さんね、ぜひ今回の Vlog もお気に入りのシーンなどございましたら、スクリーンショットなどね、SNS で拡散してください。ということで、次は ZEP Vlog 後編が出ます。OG の方も
出演していただきますのでぜひ皆さんそちらも見てください。ということで来週もお楽しみに。